やらないか。レイヤーズオフェア、やっていきます。前回やった時は早期アクセスの状態だったんだけど、今回ようやく正式リリースされて、日本語もなんと追加されて、正式にリリースされました。なんでまあ、ストーリーだいぶわかりやすくなったんじゃないかなと思います。前回のこの、早期アクセスの時に途中までやったけど、まあいいでしょう。今回最初からやっていきましょう。どういうところが変わったのか、楽しみですね。まあそんなに大きくは変わってねえと思うけどさ。I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it.さて、というわけで、主人公は画家でしょうか。この絵懐かしいな。あいつを思い出す。ダークソウルの青兄とな。まあいい。ネズミがいんな。うん、この感じ変わらねえな。新聞の切れ端。これも日本語化されてんだ。助かるわ。ある芸術家の勝利。古典開催に批判家もうなる。どういう意味だ。時には新たなるガラバッシュと呼ばれ。また、ファンエイクとも比較され。そして度肝を抜かれたと、ある批評家には、偉大なるレオナルドの精神を継ぐものとさえ呼ばれている。彼の展覧会ほど、彼の展覧会はどの角度から照らしても日の打ちどころがない大成功であった。点点点の独特なスタイルはルネッサンスの影響とより近代的なテクニックを融合したものであり、高く評価されていた。画家本人は美しい婚約者を伴ってオープニングイベントに出席していた。黒いガウンに身を包んだ彼女は実に魅力的で、点点点。本誌にのみ明かしてくれたところによると、すでに二人の間には、てんてんてん、お子さんでもいらっしゃったんでしょうか。わかんないけど。うん。ま、バーボン?ウイスキーやな。うん。何も変わんねえな。お手紙でしょうか。前略、恐れ入りますが、これ以上当社の害獣駆除専門家をお煩わせになるのも、また非常に、不適切なお手紙をお送りいただくのも、金論罪お求めいただきたく存じます。なお、私の母は尊敬に足る人物であり、あのような、叱り?読めね、叱り?を受ける SJ はございません。お宅の調査に伺った当社の従業員たちは全員、いかなる種類のゲッパ類による、被害の痕跡も一切認められないことを確認しており、従いまして予防薬の散布以上の処置はいたしかねます。この手紙は当社の最終的な回答であり、今後ご連絡いただいた場合は当社の弁護士が対応することになりますので、あらかじめご了承ください。くさぐさ。カール・デントン、ペスト・バスターズ、株式会社。別に大してね、ネズミがいないのに、害獣駆除会社に依頼をして、迷惑をかけたってことだか、よくわからんが。これはなかなかおしゃれなキッチンでございますよ。手紙。徹夜になると思ってたから、軽い食事を作ったの。思うんだけど、たとえ、レンブラントだって、時々は光と影の、巨匠であるのをお休みして、私たちみたいな普通の人と同じようにいびきをかいて寝てたはずよ。何が痛いかっていうと、少しは寝なきゃ、おバカさん。愛してるわ。は
のろきやがって。クソだもんな。なんだこれ。ふん。まあいい。行こうか。特に何もないな。水が漏れてんぞ。よいしょ。暗いな。タオル。これは上昇でしょ？アキレス義肢製作株式会社。膝下義足1。なんだこれは。長さが合ってないぞ。というわけだ。おっさんやん。M 字ハゲ。ネズミの毒ですか。雷がすごいな。ネズミ取り、こんなにいらねえだろ。お手紙、旦那様を言いつけの通り、アトリエには一切手を触れておりませんが、あそこまでひどいありさまは想像しておりませんでした。それと、そんなにもアトリエを気にかけておいででしたら、鍵を置く場所についてもっとお考えになってはいかがでしょうか。鍵はオフィスに戻しておきました。良い一日を。メイドさんでしょうか。ここは地下か。まだここはいらんな。不気味だ。で、ここがなんだっけな。徹夜で仕事したんだ。起こさないで。これは私が書いた手紙でしょうか。ピアノ。譜面は読めない。ん？ここが私のオフィスだったかしらね。ここに鍵があると思うんだ。ああ、これガラスの破片じゃないか、これ。痛えわ。血が出る。鍵ゲット。昔々あるところに、赤ずんぎんちゃんがおりました。狼もいました。狼が見つめ合っていました。狼が見つめています。狼が赤ずんぎんちゃんを食っちゃいました。食った狼は、寝込んでしまいました。そして、狼は赤ずきんちゃんを食べました。めでたしめでたし。わけわかんねえ。悪かった。埋め合わせをさせてくれ。今夜は二人の特別な夜にしよう。約束したのに。知らねえんだ。親愛なる友へ、一つ質問させてほしい。君は完全に行かれちまったのか？君が苦しみに遭っているのはよくわかってる。だからこそ、古い友人のよしみで、例のイラストの仕事を回したわけだからな。しかも君にはなるべく楽な仕事を回したんだ。赤ずきんの差し絵ぐらい、君なら眠っていても描けるだろうと思って。ところがだ、子供向けのおとぎ話の差し絵として、君の送ってきたこれは、まるで狂気と悪夢の爆弾だ。こんなもの使えるわけがない。前払いに同意したことを後悔してるよ。ちゃんとしてくれ。君の旧友、リアム・ブリックストーン。ウィスパード・テール出版社。確かに、これは赤ずきんちゃんの挿絵としては使えねえな。子供が泣いちゃうな、これ。まあ、そんなわけで、アトリエの鍵をゲットしたので、ここなんだっけな、子供部屋だったかな。子供部屋ですね。何かがあるっていうわけでもない。何もない。
これは鈴を鳴らしてカラカラ飛ぶやつだ。メリーゴーランド。ま、なんもねえよな。ほんじゃこの鍵を使って私のアトリエとい、ん？アトリエに行こうじゃないか。ここら辺は何も変わってないんだな、全く。私は画家ですから、ここが仕事場なんですよ。ぬかコーラ。ぬかコーラ。かき揚げ？天ぷら。これは？喪失。自業自得。よ。終わらせるの。まだ作業途中ですかね。何も書かれてないじゃないか。Get it, right this time. 今度こそうまくやれ。スランプにでも陥っていたんでしょうか、この画家は。と、ここで家のマップが変わります。もう後には戻れない。ここから悪夢の始まりだ。窓開けっぱなせで、びちゃびちゃやないか。手の届かないところに。不気味な絵だ。どんどんマップの構造変わっていく。堂々巡り。 Going in circles。 わかんない。548、548、ありがとう。はい、ビンゴ。中には、ん、これなんて書いてある。過去の報い。もっと近づいてみな。The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? やんでますね。忘れるな。行こうか。相変わらず暗いなマップ。あんなところに変わった人形があるじゃないか。Right? これだ。チェンジ。行こうか。ほんとこの家はすげえな。よいしょ。オープンザ隠しドア。お、さっきの人形の絵がなくなってる。まあ戻っていこうか。ああ、なんだこれ。首が変な方向曲がってんじゃねえか。
テンション上がってきたって感じだな、これ。なんだこれ。ふん。オフ。嘘を塗り固めろ。嘘を塗り固める。ここはなんだ？ネズミ？お、あ、ネズミが自殺した。お、ダークリング。おお、そう。バカ。もうこれプレイしたのも半年ぐらい前なんだからあんま覚えてないんだって。行こっか。ここはなんだ？外は風が強いな。なんだ？女は帰れ。女は帰れ。暗いな。うん？やっぱマップちょいちょい変わってんな。最初が肝心。ファーストステップ。is the hardest. ここキッチンやんじゃん。あれ、のろけ話が書いてある手紙どこ行った？あのクソってな手紙は。あー、なんだこれ。なんだ？こっちか？なんだこれ。玉ねぎか？いあかねえじゃん。なんか、落ちてきたよ。お、お、なんかエロい音がする。お、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 何？あ、落ちてる。お、お、お、しょ。うん、おお、鹿のうんこだな、まるで。奈良公園で見たよ、こんなやつ。First, I'd looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin.Booze helped keep my hand steady. うん。ま、こうやってね、キーアイテムを集めて、そのキーアイテムでこのキャンパス刻んでやるのさ。すると絵が進む。そういう仕掛けなんだ。持ってきたアイテムはここに、置かれる。最初にキャンパスを探した、そこらにあるただのキャンパスじゃない。ナイフを探した。そこらのブレッドナイフじゃない。カミソリみたいに鋭いやつを。実のところ、カミソリを使ったんだ。そして慎重に皮膚を剥いだのさ。サケが手の震えを止めてくれた。俺の皮膚だ。ああ。というわけで、おそらく全部で1、2、3、4、5、6個あるんでしょう。そのうちの1つを今持ってきた。あと5つを探そう。形のない夢。あまり平和的じゃない BGM ですが。エレベーター。
これは6 OK これは右だ。俺のチンコは左に曲がってるけどな。うう、天井が割れそうだな、なんだか。おおおおお、なんだ。着いた。開かない。開かない。開かない。開かねえじゃねえか。開いてる。おかしいな。鍵。前略、貴殿が我を失っておられることはよく存じてあげており、存じ上げており、また、奥方と貴殿自身に心よりご同情申し上げます。しかしながら、この件についてこれ以上ご連絡いただくことはどうかご遠慮くださるようお願い申し上げます。あらゆる皮膚、移植の術式は非常に複雑なもので、また常に失敗のリスクを伴うもので、あることをご理解いただきたく存じます。その上でなお、私と聖アンナ病院のスタッフは持てる技術の中で最善を尽くし、おや奥方をできる限り良好な状態にさせていただいたことは保証させていただきます。個人的な見解を申し上げるなら、組織の、損傷を顧みる、わかんねえに、当病院は可能な限り最高の成果を上げたものと自負しております。貴殿がこれとは異なる見解をお持ちであること、また貴殿の当病院に対する失望についても重々承知しております。ですが、私や私の同僚の医師に対して、暴言とか、そういったお手紙を送ることで、事態が改善するとお考えであることについては、到底理解できるものではありません。さっきに述べた通り、貴殿が並々ならぬ精神的重圧下にあることは理解しておりますので、貴殿が今後一切連絡を行えないのであれば、これまでの件は不問といたします。ただし、私の同僚や家族または私自身に対しさらなる脅迫を行われた場合には、しかるべき措置を取らせていただきます。もし心理的支援を大求めになる場合は、貴殿が、目下の苦しい状況を乗り越えるにあたり、お力添えすることのできる何人かの専門家を当病院のアシスタントよりご紹介しますので、ご検討ください。貴殿と姿の、ごた、あ、やべ、読み方忘れた。お祈り申し上げます。草草ウィリアム H グリーン、まあ精神病院でしょう。またマップ変わってんな。Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Piano. Oh. ほう、行こうか。なんもないな。あ、え、上、燃えてるやん。人間？しかも骨？いや違う。今にも足場が崩れそうだ。行こう。
いい感じがしない。ん？おお！ベビー！黙らっしゃい。やっぱところどころ変わってるとこあるね。ネズミ。ん？なんだこれ。随分とおしゃれな部屋じゃないか。よいしょ。爆発でも。729なんかの、あ、これ溶けて、7、ん、なんだこれ。ん？ 729。 ん？ よくわかんないな。普通にこれ7でどっかスイッチポチンと押すんじゃないの？違う？ 7 2 9、違うの？開かないのかな。まあいいや。お、ざわざわ音がする。この顔なんかやばいよね。あ、おう、溶岩。なんだこれ。取り返しがつかない。取り返しがつかない。だからちゃんとゴムつけろって言ったのに。お、あ、なんだこれ。ワンコ、どうした？燃えた。はあ。お。椅子。なんでこんなところに。あ、いい男だ。ここは開かない。うん、悪くないぞ。悪くない、悪くない。お、ほほほほ、後ろを振り向きたくねえ。なにこれ。
後ろを振り向きたくねえ。うわ、なんか今飛んできた。ネズミ。ああ、あ、開くんだ、開くんだ。両方とも、じゃあどっちに行きゃいいのか分かんないじゃん。あっ、何、後ろ振り向けて。あっ、なんもない。ああ、こっちどっちか行けってことが。分かった分かった。おっ、おっ、お、何か飛んできた今。いやいや、お前、俺を殺す気満々じゃねえかよ。くらっ。はん、あ、ドア閉めんな。開けろ、これ。マジか。はっ、開けろ、ほら。中にいるの分かってんだよ。鍵ゲット。あ、よいしょ。誰か来てるっすね。やつは言ったな。おお、なんだこれ。This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Huh? なんだ？化け物か？この家にいるのは。化け物がうろついてんな。ここはお楽しみ部屋かな。音楽を流すと、溶けていく。まるでチョコレートのように。I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night.Why didn't I think of a syringe? なるほどね。まあ、とりあえず元に戻すか。
まるで勃起するチンコのように、こう元通りにゆっくりと戻っていく。ムクムクとね。行こうか。これで、2つ目だったかな。くわえよ俺の血をな。恨んで今でも喪失、孤独、自己自得よ。重大なあなたのための終わらせるの。これな、容器とプラスチックのチューブが必要だった。ガソリンをサイフォンで吸い上げたことがあるから容量分かってた。チューブを血管に突き刺して口の中に血が上がってくるまで吸った。それからチューブを容器に入れると、あとはひたすら流れ続けた。鉄の味が一晩中消えなかった。なぜ注射器を使うことを思いつかなかったんだろうか。皮膚と血液。ほんじゃ、今回はここまでにしときますか。最後までご視聴ありがとうございます。高評価忘れずによろしくお願いします。コメントはすべて目を通しておりますので、ご自由にどうぞ。それじゃ、また。